いや、もう本当ね、小坂先生は真面目な先生なんですよ。真面目だからこそ、こうやっていろんな広報も含めてやるっていう、本当に僕素晴らしい先生だと思います。ただですね、はい。じゃあその先生のこともいいんですけど、はい。この匂いが、もうさっきからすごいんですよ。はい、そうなんですよ、ここから。やっぱカレーは僕も健康にいいと思うんです。はい。まあ、ちょっとぜひちょっとカレーの方も、はい。いただきたいと思うんですけれど。はい。先生、これ、机の配置が変わったんですけど、はい、もうね、カレーの話ばっかしてもカレー食べたくなってきたんじゃないかなと思って準備いたしました。はい、匂いがさっきからすごいんですよ。はいはいはい、はい、僕も心の中でそれ待ってたんで、はい、ちょっと早くカレーをお願いしていいですか。あーですね、じゃあお呼びしましょう。藤田さん、お待たせしました。やったー、よいしょ。じゃあパクパクプレーは、おお、すげえ。こちらチーズ、あのチーズキーマカレー。いただきます。いただきます。おいしい。うまい。ありがとうございます。僕実は TikTok では食レポやってるんですよ。見ましたよ。うちの施設とか回って。おいしい。うまし。ありがとうございます。これ一応ストレートに TikTok でやってるんですよ。おいしい時だけ出すうましがあるんで。こちらのチーズ&チーズキーマカレーの方はポークキーマカレーの上に白ワインで作ったチーズソースをたっぷりかけて、その上にパルメジャーノチーズをたっぷりかけて、うんうん、うまっ。これがまたワインとすごく合う、はい、スパイスカレーになっています。でこちらのパクパクプレートは、当店のカレーがですね3種類、食べれるカレーになってまして、今のカレーですと、カツオのキーマカレーとチキンカレーと先ほどのチーズキーマカレーが、3つ食べれるカレーになっています。だしが効いてますね。出汁をすごい一生懸命取ってます。ちなみに今日も飲み物の方は、こちらはクラフトコーラと言いまして、うん、当店のオリジナルコーラに。へえ、すごい。レモンとライムと中身は言えないんですけれども、スパイスを、混ぜ合わせてそれをじっくり煮込んだシロップを作って、それをソーダで割る。これはうましいです。僕ね実はよかった、お酒があんまり飲めないんですけど、これならぴったりですね。あ、そうですね、カレーにもぴったりなので、ぜひちょっとセットで飲んでいただきたいですね、うん、めちゃめちゃ美味しい、ほんまに。ちょっと辛くなるスパイスあるんですけど、最初は結構ね、辛さ難しかったですよね。辛さの調整がすごい難しかったです。ちょっとだけいただこうかな。めっちゃ入れる。あ、僕ちょっと入れます。はい、どんだけやっても絶対辛いっていう人と全然辛くないっていう、こう意見が。そうですね、辛さって基準がないんですよね。それ来年ちょっとパッケージで。じゃあ会社で買います。ありがとうございます。いやー美味しい、うん、すごい早い。完食しました。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。先生、カレーいかがでした。うましでした。やった。いろんなこう香辛料とかスパイスがあるんで、ちょっと発汗作用とかもね、なんだか健康になった気がします。やっぱり楽しい、おいしい、幸せっていうのは、まあ、もちろんいわゆる血液、僕たちが日々見ている血液検査のデータとはまた別の軸で大事なことだと思うので、ここを無視して医療するのはまた別かなと思うので、こういうのをやっぱり感じれるのは結構いいなと思いますし、そこは共有していただけて楽しかったですけど、はい、先生はですね、はい、お医者さんでもあって、はい、そしてこのカレー屋さんをやったりですね、また YouTube をやったり、本を出版されたり、もうさまざまなことをされてますけれども、これからのビジョンとか何かやりたいこととかあればお教えください。僕としては常に、まあ、医師であり続けたいと思ってるんですね。なんで例えばじゃあなんかビジネスをしたとして、それがうまくいったら、まあ、患者さんを見ることをやめてしまう、まあ、それはずっとしないとこうと思っています。実はこの店を始めて、まあ、一緒にメンバーとやってですね、ふと気づいたのが、本当に改めて病院の中で患者さんに話をしているだけではその中っていうのがやっぱりわからないなと。患者さん外に行って、当たり前ですけど、まあ、僕たちもそうですけど、ご飯注文して頼むわけですね。じゃあどういう料理が提供されるかとか、この提供側、飲食店側っていうのも実はすごく大きなですね、
視点だったんですよね。やっぱりその多様性っていうのを僕実はすごく大事にしてまして、何か一本芯の通った男っていうのも僕はかっこいいなと思ってるんですけど、まあ、それでしつつしっかり手は広げていろんな角度からいろんな人を見れる、つまり僕自身もいろんな角度になれるようになっていくのが大事だなとは思ってるんですよね。何かの一つの芯というのは避けた意思っていうこともあるんですけども、やっぱり特にその運動、これをしっかりどうやって広げていくかっていうのが大事かなと思ってまして、筋トレはブームにはなってるんですけど、健康のための筋トレがブームになっているというよりもどちらかというとボディメイクの要素、今巷に流れている筋トレの情報はどっちかというとボディメイク目線でどうしたらいいかっていうのが中心なんです。健康のために何やったらいいのかっていうのは実はまだはっきり分かってないところもたくさんあって、まあ、そこをまあちゃんと研究をしながら、そして情報発信ですね、みんなに知ってもらうと、これをまあ積極的にやりたいなと思ってます。先生、今日は長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。いつも最後にですね、はい、今日のこの感想っていうのを聞いておるんですけど、一言よろしくお願いいたします。一言で言うなら楽しかったです。ああ、よかった。楽しかったです。やっぱりゆっくりお話できて、まあ、今日は結構僕の話をいっぱい聞いていただいたんで嬉しかったのと、先生のところの法人の取り組みを聞いてですね、僕も帰りに履歴書を買って教授に怒られるんですけど、やっぱりその病院が健康を作る、健康経営って言葉が今、ね、出てると思うんですけど、やっぱそれって本当に大事なことで、個人でやっていくのでは難しいことも、まあ、法人大きなものだと思うとできると思うし、まあ、これからも僕がいろんな健康に寄与するためにまあ努力する、まあ、その中にやっぱり三角若井さんとの協力っていうのも今後していきたいなと思うので、ぜひとも今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本当に今日は私も楽しかったです。若井会っていうのも本当にいろんな活動をしていて、まあ、これを見ていただいている一般の方もそうですけど、まあ、医療関係者の方にもですね、こういろんな働き方が出てきてるんだよっていうのをお伝えしたくて、特に若い例えば副業兼業を全面解禁していたり、はいはいはい、まあ、同性婚の方 の, そのパートナーシップ制度を導入したりですね、さまざ、あ、まなことをやっているんです。まあ、理事長もまだ40代前半ですし、これから先ですね、どん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 落語会も進化していくし、ぜひその、まあ、医療とか介護って大変な部分も多いんだけど、少なくともうちで働いている職員は幸せであるような、僕はそういう法人を目指してて、またその先生のようにですね、はい、ドクターもこれからいろんな働き方出てくるはずで、うんうん、そうすることでやっぱりドクター自身も幸せになるし、患者さん、地域、そしてまあこの国、世界っていうね、皆さんが幸せになるようなね、活動をこう一緒にしていければいいなと改めて思いましたし、この我々のこの次世代がですね、はい、この日本の未来を、日本の医療をですね、守っていけるように頑張っていきたいなと思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。